アロハー、チャーチンこと佐野千秋です。今日は雨が続いているので、ちょっと風邪気味というか、ちょっと免疫を下げたくない時なので、寒くなってきて、で雨に当たって走るのはちょっとなと思い続けて3日ぐらい走ってないので、今日は家で VO2 MAX を上げるトレーニングをしたいと思います。世間一般ではタバタ式トレーニングとかヒートとか言われるようなものを、チャーチンこと佐野千秋が勝手に自分用に作ったというか、サーキットみたいなのがあるので、それを今日は皆さんと一緒にやりたいと思います。VO2 MAX って言ってるけど、まあ、最大酸素摂取量を増やすって感じで、超短い時間で息めっちゃ上がる練習、簡単に言うとそう、私はこれを、まあ、自分でたまにやってるかなって感じで、秒数とか測ったりもしてなくて、いつもうわ辛いってなったら10秒休んで、うわ辛いって10秒休んだりしてるから、今日は秒数を測って20秒マックスでやって10秒休んで、20秒マックスでやって10秒休んでみたいな感じので、2種類を3セットずつやりたいと思います。最初にやろうと思ってるのはもも上げ。ちょっと家の中だとうるさい可能性もあるので、私はヨガマットを二重にして置いております。もも上げの注意点は、こう背中が丸まってやらないの、背中が反って足だけでやらないっていうので、そのまっすぐまっすぐこうやって下ろす感じでやってください。で腕振りもできれば前だけじゃない、後ろだけじゃない、しっかり前後に振ってやってみてください。でこれできるだけももを上げて上げて上げてやってほしいんだけど、まあ、きっときつくなってきて私もきっと下がっちゃうだろうけど、そこは踏ん張ろうって感じで、でできれば鏡とか見ながらやって、自分がどんな感じかなっていうのを最初ちょっとフォームを確認してからやってくれた方がいいかも知れません。まずもも上げ20秒やって10秒休んで、20秒やって10秒休んでの3セット頑張りましょう。1分30秒頑張るだけです。よーいスタート。あと10秒10秒休み。はい、2セット目よーいスタート。あと10秒。はい、休憩。次ラスト。よーいスタート。あと10秒。はい、もも上げ3セット終わり。これで結構息が上がると思うので、一回整えてください。ふー、息がなんとなく整ったら、次に2種目目バーピージャンプ。みんな嫌いだね、私も嫌いバーピージャンプは立った状態からついて腕立ての状態で、音と腕立てして戻ってジャンプ。これで1回で、バーピージャンプは秒数でいつも
もやってないんだけどな。秒数でやった方がいいかな。秒数でやろうか。20秒全力で10秒休む、20秒全力で10秒休む、20秒全力。これで終わりだからね、みんな頑張ろうね。ヘロヘロですよ、もう割と。いくよ、よーいスタート。やべえ、めっちゃ滑って背中超曲がっちゃった。いくよ、2セット目。あと10秒。よいしょ、ラスト1セット、キッズ頑張ろう。よーいスタート。2種目3セットずつが終わりました。足に来てる人、腕に来てる人、私みたいに心肺に来てる人いると思うんですけど、1種目1分30秒で2種目合わせて3分ないぐらいで、ここまで息が上がるのってランニングとかでもちょっと厳しい難しいと思うし、場所も本当家のここだけでできるっていうのもいいと思うので、取り入れてみてはいかがでしょうか。おっと、時計を落とされてる。で、私は腕立てがあまりちゃんとできてない感があったので、自分に戒めとして、ルルルルルル、腹筋ローラーちょっとだけやりたいと思います。それもね、なんとなく取っておきます。はぁ、じゃあ、10回ぐらい。頑張りたいと思います。10回できるかな。よーし、1回。今日の私の筋トレは以上です。未だに心臓バクバクして汗もやん若干かいておりますね、外ね、寒くなってきて、風邪とかインフルとか、もちろんコロナとかが怖いなって思ってる人は、ぜひ家の中でやってみてください。一緒にやってくれた人、心配上がってるよね。強くなったよ、きつい分だけ。お菓子見ながら見た人はいいよ、もうやってよ、もういつか今日もこんな動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ではグッバイ。